岐阜県羽島市は円空さんで有名ですね。コストコの付近に至る所に円空物があります。名神の羽島インターからまっすぐ進むと右手の方にコストコが見えてきます。これです、これです、コストコです。はい、こちらコストコの入り口です。それでは行ってみましょう。ちょっとその前に会員証の説明をします。コストコに入るためにはこちらのカードが必要になります。コストコ自身が年会費を払った会員制の売り場になっているからです。ちょっと待った、コストコが、店内の撮影を認めてなかったので今回は、買った後の映像をこれからお送りいたします。はい、こちら鶏丸々1匹の、チキンになります。こちらとても大人気で、自分はとっても好きな味付けになってます。699円なので安いんじゃないですかね。続きましてこの巨大なソーセージですね。今回初めて買ってみたんですけれども、とても美味しそうだったので買ってみました。我が家で大人気のキウイです。これね、とっても甘いんですよ。キウイって結構酸っぱいの多いんですけれども、我が家で大人気の商品です。はい、こちらの方も、美味しいベーコンですね。リンゴのチップを使用したベーコンになっていると思われます。これもね、結構美味しいんですよ。人気の商品ですね。はい、こちら3本セットになってます。チューブになってて、パンに塗りやすいバターですね。はい、こちらが今日ね、特売されてました。この表示価格よりも安い値段で買うことができてます。クロワッサンです。こちらも今日特売されてて、通常価格よりも安かったので買っちゃいました。朝のモーニングコーヒーで豆をひいてる時間がないので、普段豆を使ってるんですけど、こちら粉タイプでしたけど安かったので買ってみました。はい、こちらの方はキュキュッとオレンジの香りです。自分は使ったことがないのでよくわかりません。はい、こちらも、妻が選んだワセリンですね。この3本セットで販売されておりました。こちらも今日は特売だったようで安く買えてると思います。はい、玉ねぎです。いろんな食材に使える便利な玉ねぎがこのように大量に入って売られてます。試してみろっていうので塗ってもらいます。なんだこれ、泡？あ、体毛が絡まる絡まる絡まる。あ、こら、舐めるな、来るな来るな、なんかペタペタするよこれ。これ向こう行け。